バレンタインデーなんでね、熱く語りますよ。撮ってるかな。なんかちょっとね、あの機材もなくて iPad mini に撮ってますから、あのなんかカメラの向きおかしかったり、で持ってると手ぶれするしてね、ちょっと難しいところなんですが、はい、では手に持ってサバちゃんの方に向けてね、サバちゃんです。花ちゃんは見えるかな、あのクッションの上に耳だけ見えてますね。でみぞれちゃんはちょっと見えませんが、あの奥にいる可能性が高いですね。そのうち降りてくるかもしれません。あのこの灯油ファンヒーター、なんかバスタオとか恥ずかしいんですけども、あのこのね、灯油ファンヒーター大好きなんで、絶対花ちゃんは降りてきます。はい、はい、じゃあね、語りますよ。ちょっとさっきあの後半、なんか聞こえづらかったかなと思うんですけども、ちょっと頑張って大きい声で元気よく、ね、続きをお話します、ね、里親に応募される方、猫ちゃんを迎えたくて探している方ですね、あの写真だけであの判断しないでほしいっていうね、それを言いたかったんです。やっぱりあのね、ずっと夢見てた猫ちゃんとの生活、やっぱりこんな子がいいな、あんな子がいいなって夢がね、皆さんあったと思うし、でもあのね、毛色にこだわりがあるとか、ね、あのお家のインテリアに、ね、その猫ちゃんがいて美しい絵になると、そういうのすごい大事だと思うんですけども、ただもしもね、自分の決めてた条件と合わない、あ色違うよ、男の子だった、女の子だった、ね、尻尾が長かった、短かった、曲がってた、まっすぐだった、ね、そういうやっぱり条件と合わない部分、絶対ね、何でも出てくると思うんですけども、合わないからバッサリなしとしないで、ね、ください。何人かその募集で、なんだろう、気になるっていうところがちょっとでもあったら、あのそれは運命の出会いかもしれないということでね、簡単に諦めないで、ちょっとで縁があるのかどうかを、ね、探ってみていただきたいなと思うんです。でさっきの動画パート1でもあのお話ししたんですけども、愛とは何か、愛って、欠点を愛おしく思う気持ちなんじゃないかなと。もちろんあの、ね、優れてる美しい点を愛するのは当然なんですけども、欠点さえもが愛おしいというのが、まあ、愛かなってね、まあ、今日ちょっとね、考えてて思ったんですよ、うん、で、もう愛っていうのは、その子がどんな子だから、まあ、人間相手でも同じですけども、どんな人だから好き、愛してるっていうんじゃなくって、もうやっぱりこれは心がもうつながっちゃったからとか、ね、縁があるからってことでしかないと思ってるんですけどもね、本当いろいろ条件難しいと思います。里親をで募集する側も必死に頭を絞って、よりこの子に良いお家をと思ってね、探してますし、で応募する方もね、もう今やペットは終生飼育、その子が亡くなるまで、年取って亡くなるまで、病気して、まあ、治療して闘病して、ね、頑張って命尽きるまでしっかり面倒見るっていうのは当然になってますから、余計考えちゃいますよね。もう10年、長生きの子は20年。で、お金もね、すっごいかかります。そんな子を選ぶわけですから、慎重になるのは当たり前。だけど、条件だけで、奮い落とさないでほしいなと思ってます。そうですね、私は最近ですね、猫印という、猫が好きな人が集まる、ある意味こう猫好き専用の SNS に参加してます。まあ、最近っていうか、去年の5月ですね、うちの花ちゃんが私たち の管理、不行き届きによって脱走しちゃって、避妊手術もいろいろ事情があってまだだったので、まあ、妊娠してしまって6匹を出産した。で、まあ、この家は親の家なんです。今親はちょっと別居してますけども、親の家なので、親が1匹ならいいけど2匹以上はダメと言ってるもんですからね。で、ちょっとね、親が頑張って働いて建てた家ですから、やっぱりね、あんまり親の
心を痛めることも良くないなと思って、まあ、募集のためにエコ印に、登録し、里親さん募集をし、で猫印でいろんなあの猫に詳しい方とか猫に熱い思いを持っている方から、学んでですね、まあ、ちょっと嫌な思いもしちゃったり、それは自分が悪い、うん、で、まあ、そんなこんなで今でも利用してます。でその猫印でお友達ができてですね、その方がさらにそのお友達、あの猫印ユーザーではなかったんですけど、まあ、最近登録されたんですけどね、の里親さん募集を、ね、ちょっと PR してたので、じゃあ手伝ってあげようかなって思った、軽い気持ちだったんですけどもね、その子が熊本の被災猫だった。そこからちょっと今どんどんハマっていって結構大変なことになっちゃってます。で、まあ、簡単に言うとですね、熊本の被災猫ちゃんたちはなんとか行き先が決まりました。それも里親さんじゃなくてですね、熊本県外、福岡県と、東京都にお住まいの、個人ボランティアの方がですね、自分のところも猫いっぱいいてキャパシティオーバーなんですけども、でも見過ごせない、誰かが引き受けなければこの子たち死んでしまうということでですね、まあ、無理して引き受けて、で里親さんを募集されてます。ということで今私はですね、里親募集を、全部で3件ですね応援しております。猫印ユーザー名がソイアズさんという福岡の方、その方は、ご自身の、ワンちゃんと猫ちゃん1匹ずついるところに、最初熊本から3匹の猫ちゃんをお迎えして、で、ね、13日に殺処分が再開されてしまうということでちょっと緊迫してですね、やむを得ずもう1匹、昨日日曜日、預かってきたそうです。ですので、現在その方の募集している猫ちゃんは4匹になります。猫印って検索したら絶対出てきます。で猫印ソイアズでも多分その募集出てくると思うので、ね、ぜひ、引き受けられる方応募していただけたらと思います。本当に大変そうです、うん、でもね猫ちゃんとの暮らし、ね、楽しくもあるみたいなので本当に愛情を持って大事に育ててます。でなんかそのうちの1匹2匹だったか何匹かちょっとねやっぱりいわゆるご体満足ではない子がいます。首がちょっと傾いたまんまになっちゃってるね、とっても可愛い子とかね、ちょっとお目目に異常があるのかな、そういう子もいますけども、でもとってもね元気で可愛い子たちです。せっかく殺処分予定をね逃れて生き残ったわけですから、ぜひとも幸せになってほしい。でまず熊本震災を生き延びて、で収容されて殺処分間際で助かった、そういうラッキーな、ね、子たちですから、ね、ぜひ、受け入れてあげたいなっていう方お願いします。まず募集を見ていただきたいんです。猫印に、まあ、登録しなくてもいいのかな、まあ、猫印でソイアズさんという方の募集ですね。探せばすぐ見つかります。ツイッターとかフェイスブックなんかでもね、私のサイトの方でも里親募集してますよ、お願いしますよっていうのをねアピールしてますんで、ぜひ見てあげてください。ソイアズさんはよく日記も書いてます。猫印内は日記もね書けるんですけどもね、日記も書いてるので、でコメントもよく集まっていて、返信なんかを読むと、まあ、ソイアズさんの気持ち、あとご負担もよく伝わってくると思いますので、ぜひ応募してみてください。すいません、応援しておきながら募集可能地域をちょっとねチェックし忘れてますけども、もともと熊本にいた子が福岡に来たということなので、猫ちゃんを移動する手段さえあれば県外、まあ関東とかね東北とかの方でも可能かもしれない。なんでちょっとね、もしかしたらその掲載募集の方には応募可能地域で限定かもしれないですけれども、運命を感じちゃったっていう方はぜひね問い合わせだけでもしてみたらいいと思います。まず1件目、ソイアズさん4匹の子猫たちで、名前が決まってます。クーちゃんとマーちゃんとモンちゃん
熊本くまモンズってね呼ばれたんです。でさらに昨日もう一匹、ね、引き受けちゃって、その子はあのふーちゃんというので、ちょっとあのレーザーラモンハードゲーってね、私が結構好きな芸能人さんがいて、あの人のね、よく言うのが、ね、ハードゲイフーとかフォーとか、ね、やってましたよね。ですから今そういうやつさんが募集している子たちは、クマモンズフーかクマモンズフォーか、ね、まあ、そんな感じで覚えやすいと思いますので、まあ、ぜひ気になる方はどんな子たちが募集されているのかをチェックしてみてください。でね、ちょっと有名になっちゃったと思うので、なんか応募しづらいなっていう方は、猫印は個人メッセージも送ることができます。で本当は応募っていうのは、掲載から応募して、サイト内記録が残るようにすることが推奨されてます。というのは里親詐欺とか虐待目的とか、と実験動物施設に転売目的とか、結構今ね、猫ちゃんたちは危険にさらされていて、実際に虐待で猫ちゃんが殺されたという事件も起こってますので、まあ、本当はその猫印から正式に掲載から応募して、誰が応募したかっていうのが残るようにした方がいいんですけども、ちょっとこんなに有名になっちゃったらね、みんなが注目したところで応募しづらいよっていう方は、とりあえずメッセージだけでもね、ソウヤスさんに送ってみてください。まあ、非常に猫を愛してらっしゃいますので、誰でもあげるときじゃないと思います。もしかしたら厳しい条件があるなって思うかもしれないですけれども、それでもね、よく話をすればなぜそうなるかって分かっていただけると思いますんで、ね、どうぞひるまずに連絡してみてください。今そのクマモンズ4匹が、1件目、まあ、1件目が1人目かな、1人のボランティアさん、1人目のボランティアさんですね。で2人目がですね、猫のまたたべさんという猫印名の方が代理で、里親募集の掲載をされている、子ですね。そちらは、1匹だったと思います。私もね、今ちょっといろいろ抱えてて頭の中がごちゃごちゃで、ちょっと今すぐ思い出せないんですけれどもね、はい、その子は、どちらか東京で保護された子か、それとも熊本から受け入れちゃった子だったかな。確か熊本からの子だったと思いますね。そこから始まったはずですから、猫のまたたべさんから、始まったことなので、多分その子も熊本から来た子だったと思います。で、3件目、猫印名がウリズンさんという方ですね。別でご自分でブログも書いてらっしゃって、そのブログではレモングラスという名前で、ね、書いてらっしゃるんですけれども、東京都の、あ、これはまた忘れた、下町エリアですね。何区だったかな、何だったっけ、根津とかあの辺のエリアだったと思うんですけども、はい、そちらにお住まいのアロマのお店をね、ご自宅でやってらっしゃる、ユーザー名ウリズンさんという方の里親、募集、も応援してます。でそちらはですね、もともと2匹を募集してて、1匹東京で保護したシニア猫の三毛猫ちゃんはなんかちょっとね理由あって、募集はやめるって先ほどお伺いしたんですけれども、もう1匹熊本からお迎えした、子ですね、りんちゃんっていう、8割になるのかな、可愛らしい子も、募集してます。で、応募可能地域は東京になってたかな。でもお友達が車出すとおっしゃってるので、東京じゃなくてもですね、まあ、車でお届けできる、範囲であればお話し進むこともあると思いますので、ね、まあ、募集掲載させる募集を見ていただいて、あ、これはって、ね、何か感じるぞって思った方は連絡してみてください。でこちらも個人でですね、猫の保護とか里親募集なんかをされている方ですね。で、ちょっと話が戻ってすいません。先ほど猫のまたたべさんが代理で、里親さん募集を掲載してるって言った件ですね。